ください。で、まあ一応だいたい 410g AD 缶という缶詰でね、それであの子の 13kg ぐらいの体重が満たされるんですけど、まあ昨日は初めてだったから20と250、はい、で今日はなんとか 410g、はい、食べてくれたけど、はい、やっぱりここの顎には絶対良くないと直接言うと、素直に食べてくれる子はそうでもないんだけどね、結構抵抗するからね。あと抗寄生虫薬、あのフィラリアの予防薬とあの抗寄生虫薬を今日飲ませましたんで、だからまあまた来月これぐらいにね飲ませてください。あのさっき見せてもらったやつですからね、はいはい、で食欲はゼロで元気はまあ60ぐらいかな。でおしうんちなしでおしっこはまあ2回ぐらいしました、はい、っていうかもうかなりたくさん寝てます、はい、散歩行ってもねしないんでね、部屋の中でするんですよね、うん、であとですね、ちょっと昨日すごい高い数字があったじゃないですか、はい、これちょっとミスかもしれないんだけど、この CRP って炎症マーカーね、7以上で振り切ってたけどいきなり正常に入ってるんですよね。1日でこれ下がらんかもしれないと思ってるんで、ちょっとこれクエスチョン、機械もミスることありますんで、はい、それとあとここの電解ですね、はい、カリウムが低かったじゃないですか、はい、さらに下がってる、うん、他は一応正常なんだけど、このカリウムだけね、うん、だからちょっとカリウムは補ってます、はい、あんまりこういう電解質のバランスが崩れると不整脈も安くなっちゃうからね、というところですかね。で、はい、うん、そこと、それからあとおしっこが昨日細胞がいっぱい出てたから、はい、おしっこをちょっと見させてもらったんですけど、はい、あの、まあ上からいきますね、正常です、透明器用でね、比重が 1.010、水が 1.000 でとっても低いんですけど、点滴してるから低いんで正常です、うん、pH がちょっと高い、少しアルカリ気味、 7.0 は正常、タンパクが出ません、正常です。ブドウ糖は今点滴の中にブドウ糖が入ってるんで、それで出てますから、それは問題ないですね。ケトンビルビン腺血素問題ないと。で顕微鏡で見るので、昨日細胞成分がすっごいいっぱい出たけど昨日より減ってます。でまだちょっと多いかなと思うけど、昨日より全然減ってます、うん、から白血球、赤血球は出てなくて、血小も出てなくて、そう、白血球円柱っていうのが少し出てますね。これはちょっと異常ですね。なんか尿路の方もダメージがあったのか、それとももともとちょっと尿路感染症があったのかわかんないけども、細菌がこれ微妙に出てたけど、コンタミの可能性もあります。あのちょっとお部屋でしたやつを着ておったんでね。で明日、はい、麻酔かけます。で麻酔かけて、はい、あの歯ね一回ちょっときれいにしとかないと、はい、そこからバイ菌が傷に飛んじゃうとつかないじゃないですか。だから歯をきれいにします。はい、でちょっと悪い歯は抜かさせてもらいます。はい、結構時間かかると思います。はい、うん、予想でいうと1時間か1時間ぐらいかかるかもしれませんけど、それとそれからあとはやっぱり栄養はね、あげなきゃいけないけど、たんびたんびにこの今の方法でやってると絶対顎に良くないから、昨日ちょっとお話したかもしれませんけど、ここから管を食道に通してね、そうすると割とスムースに、本人そんな苦しくなくて、なんか入ったなって感じでご飯が与えられるんで、それをつけますね。その 2点を明日やります。だから今日の夜は食べるんだったら食べさせていいです。で一応あの高島君に渡してきますんで、ドライフードを粉にしたやつを 10g ぐらいね持ててもらって、それをたっぷりふやかすから、まあ、ミルクもね今まで飲んでて、ワンちゃんねたまにね人間が飲む牛乳飲むとね、あれ乳糖入ってるじゃないですか。でそれで下痢する子もいるから、まあ下痢しない子だったらいいんですけど、まあ娘で犬用の牛乳店でちっちゃいのちょっと買ってきたんですけど、うん、ワンちゃんの方がいいですね。それ与えても大丈夫ですか？うん、いいですよ、はい、でまあ、 あの水分取ってほしいから、まあ、はい、そのまんまで飯でできれば薄めて飲んでくれればね、はい、でこれはまあちょっとつけといてもらって、はい、でまあ、うん、まあ一応また予備は1個持ってって、あまりべしょべしょだったら取り替えてもらうか、はい、ここだとだいぶスムースに取り替えさせてくれるんですよ。べしょべしょになっちゃったら、うん、かえってこのエリザベスカラーをね、うん、して点滴するんですけど、はい、これがかえってこうやってやるのと、あの子床掘りますね。そうですね。だからそこで床を掘って、爪があのスノコになってるからさ、傷しちゃうん でちょっと点滴してる間手袋を前足やらさせてもらってます、はい、さてする子いるんですよ、特に中型犬以上になってくる、まあ、小型犬でもする子はするんですけどね。だからまあ、あの見た目は昨日よりちょっと元気になったかなって気はし
あの抵抗をする力が強くなったと思います。はい、じゃあ連れて帰ってくださいね。明日は何時ごろ？明日もね、やっぱり9時半。9時半。そうか、小太郎とかさ、小太郎いないか、明日。明日あるよね、うん。もうちょっと早くてもいいですよ。はい、大丈夫です。大丈夫。じゃあ9時20分。9時半に、そう、今日私2件片、2人とも9時半って言ってたから重なっちゃったんで、9時20分、はい、来てください。で、多分明日は麻酔かけるから、明日は帰れません。で、帰ってくのは月曜日の夕方になっていくと思います、はい、要は、中途半端に麻酔が残ってて帰るとちょっと危ないんでね、はい、完全に抜けてから、はい、で、ましてはちょっと申し訳ないけど、高齢なんでね、はい、ということですね。じゃあこちら持っててください。で、またこれかける範囲書いて明日も来てくださいね。はい、はい、じゃあお願いします。あ、あやさリーダー。